めっちゃ怒ってる。あれ、もうこいつ倒したら終わりか。もう一個ちょっとさ、注目ポイントが、くそー、どこだ。波止場を押さえた後なのかな。ねえよな。足押せえな、お前。やるぞ。間に合わなかった。あ、クマちゃんがいる。クマちゃんは弓を。やめておけ。他にすべきことがある。聖十郎じゃ。アポリオンが五章を与えた。民を支配するには五章以上の者がいる。あの知れ者を帝の座から引きずり下ろさねばな。知れ者。クマちゃんだけ色青いんだよな。味方なのかな。あー、クソ、結局また一個。どこだったんだろうか。一月も経たずに、アユは新たにまとめた軍勢を御所の正門へ集めた。残った大名はわずか二人、彼女と聖十郎。歴史の流れを変えたのはオロチだった。ほう、統一。帝の御所、要塞の中に要塞がある。こいつか。我が前にひざまずけ。聖十郎は諦めていなかった。その傍らには強者どもがいた。強者。しかし我らは数で勝った。あとは道だけだ。この3年御所には入っていなかった。帝に呪郎を命じられて以来だ。呪郎？呪郎ってなんだ。吹きどころ。聖十郎は私の申し出を受け入れ御所を手にした。50人の最も秀でた侍たちが共に戦うことを選んだ。数は少ないが強大な軍だった。満開じゃないですか。
障子だ。鋼にかなうはずもない。ほお、やるな。おいおいおい、痛い。ダメだ。ここに住んでた。あかん。食らいすぎだろ。立ち入り禁止。清十郎の兵たちだ。なんか水の色がちょっとこれはどうだろうかこれはない気がするな。なんかあんの？お、ここに住んでいたと。住んでたの？ちょっ、やばい、ナイスキリア、ナイスキリア。侍の町は森に囲まれた高台にあり、この地において最も堅牢な要塞の一つだ。二度の火事と少なくとも6回の内戦によって損壊したが、侵入者に破壊されたことは一度もない。お宝。敵を見つけたぞ。清十郎に従ったのは最も献身的な戦士たちだった。命令があればいつでも命を投げ出す。そうさせよう、結束のために。いた。やばい、清十郎の兵たちだ。やばい、あかん。助けて。強いな。うーわ、痛い。やべえ、死ぬ死ぬ死ぬ、死んでしまう。おー、危なかった。はい、まだいるよね。あ、倒しちゃった。さすが。ここに住んでいたと。倒したからといって何もないのか。行くぞ。あった。私は清十郎の目を覗き込んだ。
あ、あれ聖十郎か。権力への欲望を明らかにしていた。他の大名たちはそのことを欠陥とみなした。いわば腐りかけた死体だ。ここに住んでいたと。聖十郎は強者どもをそばに置いていた。あの力は必要になる。おお、やばそうなやつ。おっ、おっ、けえ、聖十郎の兵たちだ。いった。あーはー、助けて、落ちばったん。ブオーはー、ちょっと当て一撃。よっしゃ、ここに住んでいたと。わあ、めっちゃやられてる。え、行くぞ。行きまーす。ゾウ、しっかり帝気取りと。我らの兵は反対側にいる。あまり良い策とは思えませぬ。お、ゾウ、ゾウにやらせるのか。ドギャー。あれ、ゾウと戦うのかいな。一部の環境に大きなダメージ。門を開ける方法を探さねばならなかった。それはゾウがいた。はい、ゾウをうまく利用できるものか。はい、あいつ邪魔だな。まずこいつ倒さなきゃダメだ。戦の始まるぞ。えだ、え、痛い、死んでまう。誰かおるぞ。承知、戦いに備えよう。いや、この像はどこから来たのでしょう。知らんわ。痛い、像にやられたぞ。まずい手だったな。いやー、いい、あー死ねー。よしよしよし、ゾウを使うのは惜しい。戦い、何かがおる。こっち来い。戦いに備えよう。よし、今です。逃げよう。あれ、これじゃないの。
この門を開かねば。え？敵が来たぞ。ようやく戦える。承知いたした。これじゃないのかな。うわあ。あれ？門を開ける方法を探さねばならなかった。ん？ゾウがいた。いやー、お前また来んのかいな。何者だ？敵に見つかった。これもまだダメなのか。オッケー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 。ああ。いやあ。やっちまえ。ああ、やってくれない。ローリングが間に合わなかった。門を開ける方法を探さねばならなかった。幸いゾウがいた。今です。戦の始まりぞ。あれ、角度がダメだってことか。いいね、そういうことね。大したものです。気をつけろ、敵が来た。敵を見つけたぞ。音もいた、聞こえたか。よし、で、まずい手だったな。どうだ、やつもろともいたか。あ、まだ、あれ、あ、いいのか。イエース。死ね。あ、死ぬ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 。あ、正門を、あ、今度あれを、はい。イエーイ、薄ぬろー。よし、あてに無勢であろう。おのおの刀を収めよ。さすがの、さすがのアイテムもちょっとギョッとした今。我らは止められぬぞ。デジュロは近くにおる。探すのだ。広場から敵を押し返す。弓こら。あー、ちょっとごめんなさい。えい。お、えい、この弓こら、弓こら、弓こら。よし、大勢が死んだ。聖十郎を見つけねばならなかった。弓矢野郎たちを倒せってこと。
あー、これ先にこれだったか。彼らの御所ほど包囲に耐えるよう備えている要塞はないだろう。我がブラックストーン要塞など足元にも及ばない。へえ、そうなんだ。10代目の帝、残忍なウォーロード、尊敬に値する数少ない一人だ。ほら、やべ、聖獣郎はどこだ。無駄がないぜ。聖獣郎は近くにいるはずだ。